2015年4月7日中国のあるネットユーザーが中国版ツイッターウェイボーで紹介した日本旅行の体験談が他のネットユーザーの関心を呼んでいる投稿主によると日本で乗った観光バスが移動途中で故障し渋滞を引き起こしてしまったが後続車はクラクションを鳴らすこともなくドライバーらは車を降りてバスを押すのを手伝ってくれた 故障した部分が治るまでの十数分間、現場が混乱することもなく、バスの運転手は、修理後すぐに出発するかと思いきや、車両を、一旦、道路脇のスペースに停車させ、自らは降車。そして、一台一台走りすぎる後続車に向かって頭を下げ、すべてが走り去った後に、ようやくバスを発車させたという。この投稿に、他のネットユーザーは、 以下のようなコメントを寄せている。こういう態度、中国人は日本人を見習うべきだ。この前、自分の住んでいるマンションの近くで、朝の6時過ぎに、10分以上クラクションを鳴らし続ける車がいた。自分が感心したのは、窓から顔を出してドライバーを怒鳴りつける住民がいなかったっていうこと。中国人は、クラクションに対してこういう反応。暗黙の了解だ。 中国人は今後数十年かけても日本人のモラルに追いつけるかどうか日本って素晴らしい日本に移住しよう以前日本人の同僚が働いたことがある日本人の勤勉な姿勢は感心させられる日本人はまともなんだどうして日本人はこんな雰囲気が醸し出せるんだ日本の持つ輪の雰囲気が大好き